今回の主役はパラ陸上日本代表鈴木朋樹選手26歳です。そんな鈴木選手と対談したのは陸上元日本代表の千葉雅子さん。陸上競技を愛する2人が熱いトークを繰り広げます。それでは鈴木朋樹選手、千葉雅子さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私のこと覚えてます？あのアクアラインマラソンで、何ですか？そうなんですよ。自分の性格的に、ま、毎日長い距離を走るのが向いてない性格なので。いやでも性格は分かりますけれども、それでマラソン持ちます？車椅子の場合はある程度その短い距離が何回も行けるようになれば、必然的にその持久力もついてるっていうことになると思うので、その持久力をうまく使って、今まではマラソンはあの選手としての経験を積むためっていうような感覚だったんですけど、やっぱり徐々にこう勝てるようになってきて、海外の強い選手とかと一緒に走らせてもらうところが自分の経験になるなと思ってマラソンはやらせてもらってますし、まあ、いろんなコースを走るとやっぱり楽しいじゃないですか。いろんな街も感じることができたりとか、こう人の応援を直に感じることができるので、マラソンは好きです。鈴木選手は生後8ヶ月で交通事故に遭い、脊髄を損傷。下半身に障害が残りました。自分の母親があの運転してる車に同乗していて、飲酒運転の車がこうセンターラインをはみ出してきて、それでの交通事故だったっていうふうには聞いてます。交通事故に遭った時に一番責任を感じたのは多分母親だと思うんですよね。でもうちの子供が車椅子だからっていうことで、こう養護学校に通わせたりとかっていうことはせずに、もうなるべく健常者の子供ってっていうような扱いで、健常者のことをこう壁を作るわけでもなく、こう自由に育ててくれたのかなと思ってます。お父さんお母さんに常にこうかけられた言葉とかっていうのはありました？まあ何でも自分でやりなさいっていうのは言われてたことですし、どうしても手伝いたくなりますよ。私も母親なんで、それをぐっとこらえて自分でやりなさいっていうのがね。そうですね、まあ、車椅子だからこそ余計かもしれないですけど、やっぱりちょっとしたことでなんかこう手伝いたくなるなっていう気持ちも今の自分だったらわかるんですけど、やっぱりそこをあえてこう自分でやらせてくれたっていうのが、まあ、大きいかもしれないですね。物心ついた頃には車椅子に乗っていた鈴木選手、幼稚園や小学校も一般の学校に通い、自分でできることは何でもやりました。そして小学3年生の時、競技用車椅子を初体験。鈴木選手の可能性の扉が開いた瞬間でした。初めて競技用の車椅子に乗った時に、あ、こんなに速く走れるんだっていう感動を味わったこともありましたし、軽自動車から F1 に乗り換えたぐらい全く別物でしたね、スピード感的に。風になれるというか、風になれるし、こう夢中になれるっていうんですかね。夢中になれすぎて前を見てなくて、風に激突するような危機感があったぐらいだったので、もう思わずブレーキをかけたりとかして、でも楽しかったです。その時初めてこう人に勝つ喜びっていうものを与えてくれたんですよね。それまでって健常者の友達に運動会で勝つことなんてほぼ到底無理なことだったので、で車椅子陸上をやるようになって、まあ車椅子に乗ってる他の選手に勝てるようになったからこそっていうのが大きいと思います。リオのパラリンピックは生で観戦、テレビ観戦されたんですか？しました。どんな思いで見てましたか？いや、まあ、悔しいっていう思いが強かったですね。リオの選考が終わった後に1週間ぐらい練習を休みましたね。リオに出れなかった自分が東京を目指していいんだろうかっていう気持ちになって、でもそこから、まあ、やっぱり東京に出たいっていう気持ちが捨てきれなくて、その4年後東京に出るためには1年1年どういうことをしていけば東京に出れるだろうかっていうことをその1週間後ぐらいから考えるようになったと思います。
悔しさからの脱却に必要だったのは自分を見つめ直すこと。勝つためには何が必要なのか。導き出した答えは短距離の強化。どれだけ早くトップスピードに到達できるか、スプリント力をつける練習を繰り返しました。100メートルの強化も大事だなと思っているので、100メートルに関してもトレーニングの中には入れてます。400メートルもやってましたし、400メートルを強化していくことで800メートル、1500メートル通用していくというか、最終的にマラソンでも結果が出るようになってきたっていうところです。今はそのレースが終わった後にいろんな人たちからおめでとうっていう連絡をいただいて、やっとその内定することができたっていう実感を味わった記憶があります。世界中でさまざまな活動が制限されてきたこの1年、鈴木選手は前向きに気持ちを作ってきました。1年延期されたことによって、さらにもっとこういうことができるようになったなっていうのもあって、自分がパワーアップできるすごくいい期間を与えていただいたなと思ってます。ネガティブな思いっていうのは本心ありませんでした？自宅の自粛期間の時はネガティブなことも考える時間もありました。自分は今後どうやって生きていけばいいんだろうっていうこともある時間は考えてましたけど、でも逆に言うと、こう、あ、今まで本当に幸せだったんだなと思って、何も考えずにスポーツをさせてもらって、もう世界の舞台で戦わせてもらえるっていうことがこんなにありがたいことなんだなっていうことを気づかされる時間にもなったと思います。東京パラリンピックではトラックの800メートル1500メートルとマラソンに出て、トラックではメダル獲得と、マラソンでは金メダルを獲得して目指して頑張りたいと思います。おー、力強い、頑張れ。ありがとうございます。頑張ります。わあ、すごい。最後に2人が大切にしている言葉を聞きました。大切にしている言葉は、未来は自分で作るっていう言葉です。今やっていることがこう自分の未来につながっていくことだと思いますし、こう誰かにやってもらうんじゃなくて、自分でこう未来を作り上げていくっていう風な言葉が自分としては好きなので、その言葉を大切にしてます。すごい自分に向いてる言葉だなって思って、日々こう心に留めてます。今やっていることを積み重ねていけば必ず未来につながっていくんだって、こう希望をもらえる言葉でもありますよね。素敵。千葉さんの大切にしている言葉は何でしょうか？コロナ禍だから、今だからこそ、せっかくだからっていう、うまくいかない時とか怪我をしてしまった時、私もね、多くあったんですけれども、そんな時にこそ、せっかくだから今できることを積み重ねていこうよっていうことを、声をかけていただいたんですよね。小出監督の魔法の言葉を今回はという思いで、せっかくだからという言葉にさせていただきました。染みますね、すごく。もうコロナ禍だからこそ本当に染みました。目指すは金メダル。パラリンピックチャンピオンの称号をかけた戦いは5ヶ月後に迫っています。鈴木選手、東京パラリンピックで風になれ、そしてメダル期待しています。頑張れ。ありがとうございます。応援してます。ありがとうございます。